はい、どうもピロテと申します。飛空城シーズン45お疲れ様でした。いやー、結局まとめ動画になっちゃいましたね。あの倍攻めになったってことで、試合数も減って、毎日配信しようかなって考えたんですけども、やっぱりちょっとうまくいかなかったですね。悔しいな。後付け実況さえなければもうバンバン動画は上げることはできるんですけど、やっぱ面白くないですよね、実況がないと。自分も普通に動画見ますけど、やっぱプレイ動画と実況じゃもう全然違いますもんね。まあそれは置いといて、まず防衛の話からしましょうかね。今シーズンまた新しい拠点で試してみたんですけども、まあまあの成績出してくれましたね。今ご覧にいただいているのが最終形態になるんですけど、シーズンスタートはこんな感じでしたね。で、最近強化増幅で無理やり突破されるのが増えてきたので、ちょっとパニック導入しようかなって右側のマリアベリに持たせてみたんですよ。ちょうど2体いてて余ってたので、でまあうまくいったって感じになるんですけど、ここですね。初日がまずうまいこと突破してもらって、2日目のこの守りでこんな感じにしました。とにかく杖を受けてもらえたらもうティバーンが好き勝手するような拠点になってるので、左側の青の色のやつ、あれ上に1個上げて、でもう中のやつまでしっかり狙えますよと。でソーティスも結構仕事するので、そっち側に罠を固めてみたって感じですね。で今シーズン一番気持ちよく守ってくれたのがこちらになります。ビカキンさんだったかな。こいつ10凸なってなかった気がしますね。まあ、2点受けしてくるんですけども、まあティバーンさん難なく突破しちゃって、さらに切り込みかで、さらに前行って疾風陣で圧倒して、さらに一歩進んで狭いよってところで、このソティスもうまいことリシオに最高度かけてもらえて、こんな感じで動いてくれるんですよね。でもう3体ゲットした状態なんですけど、まあとにかく2体倒してもらえればレートゼロで済むので、そういう感じの拠点でやってます。で続きになります。まあ見切り反撃持ってこられたらもう簡単に突破できる拠点なので、この辺でもう負け出してきますね。ただ持ってない方はかなり苦しい感じですかね。いや、ここダブルでパーフェクトクリアされてます。でもここでちゃんと守ってくれたりするんですけど、最後の最後にまた負けてますね。まあこんなもんです。で最終的に結局冒頭から見せてるこちらになっちゃったんですけど、これがまあ一番良かったのかな多分。まあ最強の拠点ってないと思ってるんで、まあ新しい試みを試せてよかったですね。なんか毎シーズン拠点変えてるような気がするんですけど、本当に。ダメですよね、こういう飽き性なところがちょっとあって、ちょっとなんかアイディア出たらすぐ試してみたくなっちゃうんですよね。ただうまいこと防衛結果出てくれたので、まあ、楽しいシーズンにはなりましたね。で今回ボツになったんですけど、こんな拠点も考えてみて、まあ軍師の作戦室が馬の誰かに刺さってないともう逃げ場がなくなって、もう1ターン目から攻めてきますよっていう拠点になるんですけど、で知り合いにこれ相談してみたら、ティバーン追った方が強かったよってことですぐ元に戻しました。てなわけで今シーズンはちょっと防衛についてしっかり語ってみました。多分これクロニエじゃ突破できないようにも作ってあります。興味あるフレンドさんはお試しください。よし、じゃあ攻めの方の話に入っていきます。まあサムネにある通り、総選挙アイクと総選挙ルキナの、支援カップル使ってみたっていう動画今回あげるんですけども、相当下手くそです。
まあそのためにこのちょっと防衛の話の尺を長く取ったってところもあるんですよ。ちょっと強いんですけど、だいぶ練習が必要ですね。うん。ってことで編成からになります。で、ボナインってことで、ボーナスキャラのインバース入れた編成になるんですけど、船員のこの HP 攻撃の2、ステータスがボーナスで上がるので、結構使いやすかったですね。で、光シーズンってことで、1凸の速さ上げのエイル。B がちょっと今も迷ってるんですけど、案外救援ぶち込んでもいいのかなとか考えてます。ただ、生命の輝きで回復しちゃうので、どうかなってのも思うんですけど、来シーズン試してみようかな。で、うちのメインアタッカーのクロニエさん、突球まで来ました。残りの一つ、復刻大英雄戦で獲得しようかなとも考えてます。もう聖杯が450とか必要になってきて、ちょっともったいねえかなとか思っちゃうんですよね。で、伝承アクアは変わらず、で、カムイも変わらずですね。で、A にシシフンジンさん、最近また、応用来てくれたんですけど、ちょっと花取ってくるの忘れてて、今、ちょっとレベル上げてます。さあ、来ました。最新トレンドペアの総選挙アイク。で、配布でもらったやつになりますね。基準値のやつ。うん、花10にしても、今できる最大の環境にしてあります。連戦もしっかりして。やっぱりちょっと強いんですけどね、使い方がまだ。で、相方の総選記録な、しっかり武器も連成して仕上げてあります。で、光シーズンってことで総選記アイクの魔法10上がるんですけど、やっぱマムクートとか魔法強いの出てくると思うので、魔法寄りの支援にしてあります。で、一応対飛行アナグマってことで、リンちゃんちょっと最近祝福変えたのでルイーズにしてあります。うん、ちょっと2部だらけでかわいそうなんですけど、今シーズンちょっと使いませんでしたね。で、最後対重装罠解除パーティーってことで、うさぎパワルさん入ってもらってるんですけど、今シーズンも使わんかったな。もういいのかな。よし、早速1戦目やっていきます。防衛トイレがレベル5、強固がレベル3、対重装がレベル1、回復のドーンがレベル2、黒の封印がレベル3と。まずは一凸花さんの伝承アクア、武器なし祈り、繊維でソラ線ついてますね。で、無凸の馬輪、勇者持たせて繊維で攻撃の封印。次に二凸花4のボンミカや瞬撃入っております。で、救援持ってますと。で、八凸花さんのラインハルト、もう昔ながらの新ダイム三大尻ですね。でもって無凸のユンヌ、魔防上げですね。もう繊維でもっと伸ばしたらいいのに。で、二凸花二のドーマ、まだボーナスキャラでしたっけ。いや、いいステータスしとるな、綺麗。よし、じゃあ早速攻めていきます。今シーズンこの2人を初めて使った一戦になります。で、攻めプランが左側からもうまっすぐ上がってって、回復の塔やら壊して、でも左側の3人かな、あの辺しっかり倒せれれば、もうまあドーマだけ最後残って、まあなんとかなるでしょうっていう安易な攻め方してるんですけど、かなりひどいことになります。やっぱ初陣ってことってどこまで受けれるのかってのがわからないし、下手にやっぱ突っ込ませて死んでもらっても困りますしね。なので、そういう迷いが凄まじく出てます。いやー、あらゆるキャラ受けれるってのは聞いてるんですけどね。この2人作ってる時に、ちょうどバクサの連戦か、あれの最後にボスとして武闘祭イシュタルか、赤のダイムサンダー持ったやつ、あれまでしっかり受けれるってのは自分でやってて、これすげえなーって思ってたんですけど、ちょっとね、攻めすぎても
バクさんならマシンでもらってもいいんですけど、とりあえずボン見会を受けれましたね。ユンヌも大丈夫、ちょっと一文減ってきた。トーマ来るけども、まあちょっと軍師の作戦室がリンに刺さってるのがあれでしたね。リンも来てほしかったな。でこのターンですよね、ドーマは受けれるのかいというちょっと怖いですよね。魔防一応ガチガチに上がってるとはいえ耐えれるのかとか考えちゃって、いやこのターン結構もう下手したらもうだいぶやばいですよね。後ろから支援送ってるルキナが死んでもらうともう壊滅するんですよねこのペア。なので結構ルキナの立ち位置も結構気を使わなくちゃいけなくて、やっぱ練習がかなり必要ですね。とりあえずラインハルトがもうルキナに届いちゃってるので、このターンはもう引くしかなさそうなんですけど、もう信頼できるならもう上のアイクで上のエナジー壊してもうそれで全部受けてねっていうのをやりたいんですけどね。理想はどうなんだろう、さすがにそれ厳しいですよね。多分ドーマに死ぬことはないけど、ドーマにだいぶボコられるんじゃないのかな。いや計算するのもちょっと大変ですよね。なんか特殊な先制が 40% でその後が全部 80% 軽減になるんですけど、一回真剣に計算してみた方がいいのかな。ラインハルトは余裕ですね。さあ敵の数もなかなか減ってきてくれたんですけど、このドーマがうざい。今度自分の拠点で試してみようかな。ドーマって受けれるのかな。どうしましょうか。だいぶ怖いんですけど。あ、そうそう、このやっぱり竜特攻も便利ですよね。何気に連成することで武器につくんですけど、だいぶそれ考えると壊れ性能ですよね、ルキナの連成。運営さんもこの第一弾総選挙組を使ってほしかったのかわかんないですけど、相当羽振りのいい連成出してきましたよね。さあ、サカの掟のせいで反撃ができないけど倒せます。何気にもう6ターンなんですよね。いや強いんですけど時間がかかるんですよね。まあめちゃめちゃ攻め方が下手なのもあるんですけど、とりあえず初戦はなんとかなりそうですね。ギリギリですけども、ドーマが怖かったな。受け入れたのかなあれ。ちょっと試してきます。お疲れ様でした。はい、2戦目やっていきます。防衛トイレがレベル5、対重装がレベル1、回復のトーンがレベル4、軍曹の作戦室がレベル4、投石がレベル3。まずは二突の馬輪、ひなぎ持たせた後純正スキルかな。 B の坂の加護が機能してないですね。で無凸の子供アクア、救援持って船員で攻撃の封印。次に無凸のユンヌ、ほぼ純正スキルに船員で攻撃魔法の絆ダブル。で凸さんのマックス、遠距離防御に待ち伏せ、船員で飛燕の構え、まあ、バフ入れればある程度いくのかな。で無凸の純正アクア、救援持って守備と攻撃の大紋章。で最後にマムクートの方のカム E、ダブル絆に純正スキルでしたっけ、この見切り追撃。さあ攻めていきます。いやーこの一戦もなんかすげえ苦労した記憶ありますね。やっぱひなぎがちょっと厄介だったかな。やっぱガチガチにこのペアいじってる方だと総選挙アイクの B に見切り反撃つけてるのが多いんですけど、あの2件のやつちょっと僕の手持ちだと2件はいてるんですけど、さすがにちょっとまだ継承するまで勇気は出なかったので、やっぱりこのなぎ系が困りますね。処理
しましょうか。当然杖とかの処理にも今後困っていくことになるんですけども、とりあえず今のところの攻めプランが、まあカムイから受け始めるような形ですね。で右側の2人はまあいつでもエナジー回収できるように潜んでもらってますと。でこのまま受けちゃうと多分リンガの下の壊せる壁壊して、でそのまま再コードかけて多分ルキナかエイル狙ってきちゃうことになるので、支援組はちょっとずらしてあげないとなーって状況ではありますね。うん、1戦目でも言ったんですけど、この2人のどっちかがかけるだけでもう終わっちゃうので、ルキナの位置が相当気を使いますね。やっぱ支援 S の最大の効果発揮させたいので、アイクのできれば1マス横に置きたいんですけど、そうすると後ろからやっぱ狙われる可能性も増えちゃうので、うまいこと狙ってきましたね。ちゃんとこれを想定して配置してあったんでしょうか。ただマジでめんどくさい状況になりましたね。このままリン倒しに行こうとしても罠踏んじゃうし、これで発動して50とかダメージ受けるともうこのアイクといえど死ぬ可能性がかなり高くなっちゃうし、右側の2人でもリン倒しに行ける状況でもないですしね、一気にめんどくさい状況に。とりあえず右側の2人はもう引くしかないし、なんならリン倒すためにはもう一歩引きたいんですけど、引くと今度純正のアクアかあれで再行動をかけられるので、これもなーっていうなので右側の2人ががっつり逃げないとうっかりやられてしまう状況でもありますね。はあ、俺も見切り反撃つけてやっぱりナギ系と幻惑の杖はもうずっとめんどくさいですね僕の環境だと。で長考したんでカットしました。結局一歩下がってここでまたビビりながらルキナを配置して、でインバースは上に行ってもらったのかな、引く上に行っても良さそうな気もしますね。ここでまだ考えるのか長いなぁ。もうその前右下に2人で固まっとけば、うん、そうですね、引き戻しとかもあるし。さあ予測ではこれ食らって上の純正赤で最高度かけそっちまあどっちでもよかったんですけど、おーすごいなぁ、3回攻撃してきた。それでも耐えちゃうのがこの総選挙アイクなんですけど、やっぱり強いですね。2位届かない。なのでルキナを詰めて殴ってあげればとりあえずリンは倒せる。でこの次のターンですよね。エナジー全く回収してないのでなんとか右上に行かなくちゃいけないんですけども、うん、お倒しに行ったんだ、なるほど。マークス倒します。引き戻して、でここであの軍師の作戦室が刺さってなかったらもうアイクに握手会が発生して終わってたんですけど、一応奇跡的に、うん、子供アクアだけ残せましたね。いやー不安定すぎる。もう6タームですしね。結局このターンも時間稼ぎしないと上のエナジー取りに行けないので、ちょっとクロニエ使ってる時よりだいぶもうなんだろう、ハラハラするような状況が多いですね。やっぱりでも強いのでなんとかものにしたいなってのはありますね。このペア硬すぎでしょ。どっちも魔防低いのでやっぱり光シーズンで使ってあげるのがもう大正解に
なると個人的には思ってますね。あ、っていうかもうここでもなかなか追い込まれてますね。あ、一応引き戻しで無理やり罠に入るルートは見つけてますね。あぶねー、まだ7ターン目ですよ。お疲れ様でした。よし、ラストいきます。防衛トイレがレベル5、強行もレベル5マックス、体重がレベル2、軍師の作戦数がレベル4、黒の封印がレベル4と。まずは4凸花さんの弓アルム、不動の姿勢持って待ち伏せ係で持って、無凸の伝承アクア、救援持ってコブの4、高級スキル。次に2凸のパニックベロニカ、やっぱりパニックも出せるの流行ってきてますね。次に2凸のソティス、 B に見切り追撃、全員で遠距離防御で持って、8凸花6のシルビア、ヒットポイント69、これ本当なんけ高すぎ。で最後に無凸のユンヌ、獅子粉塵でほぼあとは純正スキルですね。で今シーズン飛空城45シーズンで、で金の椅子が44なので、もう3000以内パーフェクトのオーナー様になります。でこれはもうお口直しの一戦になります。もっとアイク&ルキナで動画撮りたかったんですけど、これの拠点ならいけそうだなってのがあの2戦ぐらいしかありませんでした。申し訳ないです。でもうだいぶ強そうな拠点には見えるんですけども、申し訳ないですけどもサクッと終わっちゃいます。もうほとんど今シーズンこんな勝ち方でしたね。とにかくもう一発目に待ち伏せ係倒してしまって、あと対策してあろうがもう強引に行っちゃうっていう。だってでまたアイク&ルキナのペアの攻め方も出てきたし、今度クロニエ対策ばっかりしててもそのアイク&ルキナ抑えれないと、もうパーフェクト負け食らうような状態ですしね。で冒頭に見せてた僕の拠点も見切り反撃ついたアイクだと相当簡単にクリアできるんですよ。なのでな、大変な時代になってきましたね。ん、なんか考えてますね。あー、ベロニカのパニックがクロニエに来ると反転してめんどくさいなってところなんですけど、ここでエナジー取りに行ったのか。ワンチャンインバースに流れてほしいなっていう。来てくれた。いやー、偶然こうなりましたけど、ベロニカクロニエに行ってたらどうなんだろう。耐えれてたのかな。やっぱ強いわ。こんな感じです。だいぶ綺麗になりました、もう。もうエナジー取ってあるので、倒しておしまいですと。まだしばらく楽させてもらえそうですね。お疲れ様でした。で、最後の浮上になります。今シーズン攻めの方パーフェクトで、ロスが防衛の方だけでしたね。毎回言ってますけど、やっぱクロニエ使い出してから安定感が半端ないですね。まあ、あとは、あれか、防衛の方もソティスとユンヌが来てくれて、まあ、最大マイナス40で抑えられてるっていうのもかなりでかいですよね、やっぱり。で、冒頭からご覧にいただいている防衛結果ですね。初日成功して2日目も成功。で、3日目マイナス20食らってますね。で、4日目も成功して、で5日目が確かそうパーフェクト負け食らって、6日目にまた成功してますね。まあこうしてみるとなかなか頑張ってますね、この拠点。まあ、日々微調整が効いてるんですかね。自分もサービス拠点とかやってみたいんですけどね、性格上絶対忘れてマイナス80とか食らっちゃうので。でまた防衛は一番上の方の報酬いただけましたね。マイナス60。いい感じです。はい、いかがだったでしょうか。いや、フレンドランキングの方を見てても結構1回27行かれてる方多くて、やっぱ倍で攻めれるようになったってのがやっぱでかいんですかね。4回まで負けれるし、その間にしっかりパーフェクト勝ちを8回
できれば一番ベストな成績も残せるし、やっぱりある程度自信がある方はもうガンガン倍で攻めていった方がいいような気がしますね。まあリスクも多少はありますけど、あとやっぱりアイク&ルキナをうまいこと使いこなしていかないといけないって感じですね。今後の課題はやっぱり強いのでちゃんと、でこの防衛でも使ってるソティスも確か倒せるんですよ、受けで。ティーバーはちょっと厳しかったかな。まあ弱点も当然あったの、マップスキル持ってるあのオフェリアとか、あとなんだっけ、ステータス依存系の奥義か、あの辺もそのまま確か乗っかるので結構いいダメージ食らったような気がしますね。ちょっといろいろ本当練習していけないといけなさそうです。はい、したら以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。